阪神アホチンファン集合と言っても語ることもない、うんこが詰まったみたいな試合だったな。ノイジーは松代外封印や、とりあえず今のうちにやらかしとけ。こんなんで優勝できるわけないやろ、なめてんのかよ。クソノイジー、今すぐ道頓堀に沈めろよ。気違い監督、いつものメンツで負けるくらいなら主力休ませりゃええのに。まあ今日の試合が運がなかったわ。甲子園で横浜に4連敗してるのは少し不穏、明日は勝っときたいな。別にどうでもいい試合やしな、アホは何を焦っとるんや。宮崎に申告敬遠は意味わからんかったな、大山がかわいそうや。アトブルワーは CS ちょっと厳しいかもな、でも来年は契約した方がええ。村上に負けつかなかったのと防御率下がったのは良かった。今シーズン3本の指に入るうんち試合やったな。木浪と海湾チブロワー、こいつそろそろぶち切れられそう。普通に何も言うことがないな。最後の言った思たけどな、最高出塁どうでもええなら中野ももう休ませてほしいわ。試合始まったら岡田が気絶するシステムならええのに。村上負けさせないようにガチ面やったんやろうけど、降板した後は代打とか守備交代しようや。木浪とか休ませとけばいいのに、なんでフルメンバーなんや。遠藤あたり1試合でいいからセカンドで使ってほしいな。フルイニングは早いうちに切っとけ。ご視聴ありがとうございました。